皆さんこんにちは、ツッコミゴートです。久しぶりやな、メリクリ。いろいろあったんだよな、最近大変なの大変なの。とりあえずみんなドラムの方のチャンネル見てしたと思うんだけど、俺ツッコミゴートのインスタが消されて、その上に偽物のゴートがいて、バケツドラムの方の偽物もいて、いろいろ大変大変だから、とりあえず今日の動画は新しいインスタグラムを作ったっていう報告と、ツイッターも作った、その2つみんなフォローしてくれ。なんかやっぱりさ、急にさ、まあ何があるかわからないから、急にさ YouTube とかインスタとか消されたら、もうファンたちとなんか連絡取る手段がなくなるから、ちょっと焦った。もうまあ YouTube もあって、インスタグラム新しく作って、でツイッターも作ってから、それもフォローして、何かあればそのね、何か消されたら残ってる方で報告できるから、よろしくお願いします。で、前のツコミゴードのインスタグラムは戻ってくるかわからない、なんで消されたかもうわからない、最初はハッキングされたかなと思ったんだけど、なんかインスタグラムの会社が俺のアカウントを消したっぽくて、でもなんかインスタグラムの人と連絡取る手段もないし、結構大変。だってもう戻ってこないかもしれない、そこにアップされてた写真とかもさ、戻ってこない、それはちょっと残念。そして韓国でいろいろあった。韓国は全然動画たくさん上げるつもりだったけど、ハプニングが多すぎて大変だったのよ。でも韓国の話は次の動画にする。今一旦シドニーにいるんだけど、これからまた別荘のところに行って、あと2泊家族と過ごして、また戻ってきたらまた動画作ります。韓国のあった話と飲み会もめっちゃ楽しみにしてるし、他の動画も作ってあげるんで楽しみにしてください。とりあえず今日は新しいインスタグラムとツイッターにフォローしてね。それだけです。みんな、またね。